鈴木俊一は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員、財務大臣、内閣府特命担当大臣、デフレ脱却担当大臣、内閣総理大臣臨時代理就任順位第4位。自由民主党総務会長、国務大臣、環境大臣、外務副大臣、厚生政務次官、衆議院東日本大震災復興特別委員長、 衆議院厚生労働委員長、衆議院外務委員長、国民健康保険中央会会長等を務めた。父は、第70代内閣総理大臣、第10代自民党総裁の鈴木善光、義系は、前任の財務大臣、金融担当大臣で、第92代内閣総理大臣、第23代自民党総裁の麻生太郎である。東京都出身。 東京都港区の麻布高等学校、早稲田大学教育学部社会科卒業。大学卒業後、父、鈴木善光もかつて勤務していた、全国漁業協同組合連合会に就職する。1985年に退職し、鈴木善光の秘書に転じた。1990年、善光の引退に伴い、第39回衆議院議員総選挙に自由。 民主党公認で、旧岩手一区から出馬し、初当選。1994年、自由民主党政務調査会水産部会長に就任。1996年、第一次橋本内閣で、厚生政務次官に就任。その後も衆議院厚生労働委員長や自民党、社会部会長、社会保障制度調査会副会長等のポストを、歴任する。 2001年、自民党副幹事長及び衆議院構成、労働委員長に就任。2002年、第1次小泉第1次改造内閣で、環境大臣に任命され、当選4回で、初入閣。2007年、国民健康保険中央会会長に就任。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、民主党の旗工事に、岩手2区で敗れ。 比例党北ブロックでも落選した。2012年の第46回衆議院議員総選挙では民主党離党後に日本未来の党から出馬していた畑を破り7選。選挙後に発足した第二次安倍内閣で外務副大臣に任命された。2013年9月30日外務副大臣を退任。同年衆議院外務委員長に就任。 2014年の第47回衆議院議員総選挙で生活の党の畑を破り8選。2015年2月、それまで所属していた高知会を退会して無派閥となった。同年自由民主党総務会長代理を呼び自由民主党財務委員長に就任。しばらく無所属だったが、議系の麻生が領収を務める麻生派に入会。 2017年8月3日、第3次安倍第3次改造内閣で、東京オリンピックパラリンピック競技大会担当大臣に就任、同年11月発足の第4次安倍内閣でも再任。同年の第48回衆議院議員総選挙では、希望の投稿人となった畑を破り休戦。2018年10月2日、第4次、 安倍改造内閣発足に伴い大臣を退くも、公認の桜田義孝が、自身の不適切発言を理由として2019年4月11日に、辞任したことから、国務大臣、東京オリンピック・パラリンピック競技、大会担当大臣に復帰。ほどなく天皇昭人が退位したため、昭人が、認証状を授与した最後の国務大臣となった。 2019年9月11日、自由民主党総務会長に就任。2021年5月千鳥が淵戦没者母園、法師会会長に就任。2021年10月4日、岸田内閣発足に伴い、議系の麻生を継いで、財務大臣兼金融担当大臣に就任した。東北出身の財務大臣は、民主党政権の安住厚氏以来となる。 2021年10月31日、第49回衆議院議員総選挙で重選。受動喫煙防止を目的に飲食店などの建物内を原則禁煙とする健康増進法改正に反対。鈴木が代表を務める資金管理団体、清市鈴海は、毎年3000万円を超す事務所費を計上していたが、2007年になって突如。 それぞれの年の事務所費を750万円前後に訂正した。理由については担当者が変わったので分からないと説明した。前述の清洲鈴会いの政治資金収支報告書には2013年から2015年にかけて合計1412万円ものガソリン代が計上されていた。 2015年1月には1回分の支払いが174万円にも及ぶケースも存在した。鈴木の事務所は7台が1日250から300キロを走っていると説明しているが、このガソリン台は地球33.8周分にも及ぶ計算となるため高額すぎるという見方も出ている。前述の清志鈴遣の政治資金収支報告書において、 領収書等を印がたかった支出を指す、印難を2013年から2015年にかけて合計1658万円計上しており、そのすべてに領収書がなかった。複数の支払い先を取材したところ、領収書を発行しないケースはないという回答であった。かねてから、屋内禁煙に反対してきた鈴木であるが、2017年8月に、 五輪省に就任した直後にも、禁煙を原則とするのではなく、徹底した分煙で実現すべきだといった発言を繰り返した。このことは、タバコのない五輪を推進する IOC や風の方針に反することから、五輪省の立場として発言したことを問題視された。報道各社から整合性を問われたところ、過去の自民党内の議論を紹介したものとして、 発言を事実上撤回した。姉、近子の夫が、麻生太郎。なお、鈴木の妻、厚子は、堤美子さんの孫娘であるが、孔子さんの義弟、堤美徳蔵は作曲家、元織長代の長女で、同様歌手の緑と結婚した。厚子の父、平子は、小川平吉の子なんで、孔子さんの婿養子となった。厚子は、宮沢喜一のいとこでもある。 ありがとうございます。